の藤の花も売ってますけど、その値段は3580円からなかなか高いね。こんな小さい藤の木が売ってます。こんな藤のソフトありますから買ってみましたね。この藤の多分味がするのかな。こんな藤のソフトがあってちょっとこれを食べてみます。なんか美味しいね。ジャスミンティーだよね。前も言ったけど藤ってジャスミンティーみたいな紅茶みたいな、溶けてちゃってるけど、うん、これはとても美味しい。なんか藤の味ってどうやって作ってるんだろうか私はよくわからないけど、とりあえずとても美味しいです。すごく溶けちゃってますから食べます。とにかくこの足利フラワーパークでは藤の花がもうすごくたくさんで、プロスタグロサルスビガイツもどっち取ればいい、どっち見ていいかもう分かんないぐらいもうすごい藤の花あちこちにいっぱいあって、で他のツツジの花もすごい鮮やかで、なんか目の中はもう花が目の前に花ばっかりで、すごい感じになります。ではこれ以上足利フラワーパークの藤でした。はい、藤足跡と藤でした。動画見てくれてありがとうございます。じゃあねー。